候補に立てました。代表選挙には連合代表代行が立候補を表明していて、複数の候補者による選挙戦となるという。西九州は深田代表の任期満了に伴う代表選挙を来月2日に告示し、15日に投開票を行うことにしていて、これまでに連合代表代行が立候補を表明しています。